日はですね、あの人たちに会いにグランベリーパークにやってきました。何それ寒くないよね、肌着を買って上着を忘れてそうだよ、そうだよ。実はですね、今あの人たちに会いにあるところに向かっています。で、今日はね、ちょっと初めての人にもお会いするので、ちょっと私たち今緊張してるんですけれどもそうそう、今いる場所はグランベリーパークというところに、あ、グランベリーだって、今いる場所はね、グランベリーパークというところにやってきました。で、今外のね、待ち合わせ場所に向かってるんですけれども、ちょっとしたアクシデントがあって遅れてるんですよ。なのでね、ちょっと心は急ぎ気味なんですけれども、今そっちの方に向かいたいと思います。すごい、思ったよりもすごい人がたくさんいて、ここは何なんだろう、ここはショッピングモールなのかな、なんかアウトレットとかじゃないと思うんだけど、なんかすごいいろんなお店が入っていて、ここすごい楽しめそうな感じがしてます。で、ここのね、グランベリーパークの中には公園とかもあって、で、そしてあれなんだって、 NHK のちょっと子供が楽しめる遊び場もあるみたいなんですよ、室内に。で、できればね、そっちの方もちらっと見てみたいなとは思ったんですけれども、今日のね、メインのイベントはあの人たちに会うことなので、ちょっとね、あの人たちはなんだ。ヨナ、あれ、例のやつ準備できてる？うん、この辺にいらっしゃると思うんだけど、どこだろう、この辺、あ、これだ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 、あー、すごい、あ、フワさんだ、あ、あー、すごい、あ、ラブさんだ、あー、すごい、あー、どうも、こんにちは、こんにちは、大丈夫です。よろしくお願いします。今ちょっとアキラはいないんです。トイレに行ってて、はい、トイレに行ってて、あ、戻ってきました。ありがとうございます。ここにいる、あ、すごい、なんかちょっと後ろにいます。これの、この車の後ろ、ちょっと会いに行ってきます、はい、すいません。あそっち、あ、違う、こっち、こっち、こっち、やりにくかった間違えちゃった。ありがとうございます。間違えでもないね。ありがとうございます。肉だ。俺。めいめい、僕のめいめい。僕のなんですか。違う。もう買ってあるんで。ありがとうございます。すみません。ほら、見て見て。あー、どうも。はじめまして。すごい、本物だ。本物って間違いに言ってるな。こっちはただの視聴者です。どうも、はじめまして。こんにちは。生アキラ、生アキラ、生アキラ、すいません、ありがとうございます。触ってみて、触ってみて、触りたくはないね。ちょっと触らせてみて、ほら、何の王だよ、何の王だよ。全然ないと思う。おお、いいよ、ほら、触っていい。嫌だって。はじめまして、どうも。はじめまして、ありがとうございます。いや、こちらこそ感動です。すみません。今日は。いい子ちゃん。りょうちゃん。苦笑いしてくれました。相変わらずあんまり人見知りが激しくて。今日はなんかね、お土産があるんだよね、ニコさんから。ありがとう、これかな、これかな、好きだったの、ありがとう。返してくれるのかな。返してはあげないから。カエルちゃんにプレゼントがある。カエルちゃんに、なにカエルちゃんに、カエルちゃんに、もらったの。もらったの。そう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 。すごい。あまりにもすごい上手にできてて、今日はこれを買いに来ました。隣のおばあさんに。バッタっぽいけど。昨日なんか
の公園で撮ってたらおばあさんにもらって逃げちゃったここにさ、置いといたらえってなんだろう、なんだろう疲れてもってうっそすごい食べたいかなと思って入ってないよ、ラムさんのこれだから熱々の取っといたんですよ。絶対変なもの入ってるでしょ。入ってないよ、芋が入ってるもん。芋じゃないよ、まだ開けてこないよ、開けてこない。なにこれ、これ通りすがりのおばあさんに本物かと思った。びっくりした、びっくりした。あなたらしいジャクソン、ありがとう。ニコちゃんから、あ、ニコちゃんが拾ったの。拾ったんじゃないの。ニコちゃんが作ったの。すごい、本物かと思った。これは一緒に食べちゃうかと思った。ここでマカじゃないですか。どうも、エミちゃん。エミちゃん、私が似てる。わざわざ遠いところをありがとうございます。ありがとうございます、こちらこそ。なんか背を伸びたんじゃない。みんなに言われる。大成さん初めてお会いするのに背伸びた感じします。YouTube だった。川行ってる頃から見てた。ほらほら、ニコだ。ニコだ、大成さんに初めてお会いするのでちょっとお土産。ありがとうございます。なんか溶けてるかもしれない。エミちゃん、ニコタンからいただきます。ありがとうございます。どうもどうも。ジュース買って。ジュース買って。ということで、ここでニコタンのジュース買って攻撃に遭いまして、アフアフさんとの触れ合いもつかの間、ジュースを探す旅にやってきました。ただのジュースのつもりが美味しそうなスムージーの看板に釘付けになってしまったニコタンの希望で、今回はこちらのスムージーをいただきたいと思います。スタバがいっぱいだったのでね、こっちの方に来てみました。そしたらね、なんか美味しそうなスムージーとかね、パンがあって、ここもなんかすごいいろいろ見たくなっちゃうようなパン屋さんがありました。モンジンジャドのお客様です。ありがとうございます。ストローこちらからご自宅ください。ありがとうございます。猫ちゃんのやついちごアイスみたいだね。よかったね。おいしい。すごい風、うん、レモンジンジャーって感じです。いちごアイスって感じ。よかったね、うん、イエーイ、おいしそう。あ、すごい、エビゴラーが結構大きいですね。これって体といけるやつですか。一応皮ごといけるんです。あ、本当に。どっちでもいいよって、うん、殻ごと食べてみる。食べてみる、うん、あげてね、ちゃんとね。美味しい、うん、なんかすごい念願だったからまさか食べれると思ってなかったけどね。美味しい、よかったね。いきます。このニンニクいっぱいついてるところ、いただきます、殻ごと。すごいカメラだな。ガチのやつじゃん。いただきます。うんうんうん、あ、本当だ、美味しい。ニンニクがすごい効いてますね。うん、あ、美味しい。うん、殻全然殻ごといけますね。確かにこれはなんかご飯に乗せて食べたいね。ご飯がいる。これは今回ね、食べちゃったんですもんね、朝。そうなんです、朝すごいがっつり食べちゃって。でもこれなんかご飯とかパンにのせて食べたい。あ、パンも美味しそうね。美味しい、すごい美味しい。小錦、見ました。小錦ちゃんいました。え、本当に。何、何、小錦ちゃんいるんだって。誰って感じですか。すごい知ってるの。あの、日本語で遊ぼうっていう、あの、NHK のキック番組にずっと出てたから。だからうちはね、コニちゃんの歌とかも聞いて育ってるから。そう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 、コニちゃんいるんだ。さっきいたけど、まだいるかな。
まあ、いるんじゃないですか。ちょっと会えるといいね。あの衣装は着てないかも。美味しいし。美味しい。これから食って。何がこれ。ヨちゃんどう。声が帰らないんですよ。ヨちゃんどうなの。美味しいです。もっと貼らないと字幕半透明になっちゃうからね。アイスの半透明じゃん。え、チョコレートがいい。すごい、アロハケーキだった。アロハケーキです。いかがですか。くれたくれた。端っこ。これ、ほんとほんとほんと。いかがですか。はい、すごい。じゃあ、そしたらチョコレート食べたい。今食べるのがいいんじゃない。今回このアロハケーキさんのケーキをホテルでコーヒーを飲みながらいただいてみたんですけれども、本当に噂通りめちゃくちゃしっとりで美味しかったです。プレーンはパウンドケーキというよりもフィナンシェに近くて、アーモンドプードルがしっかり効いていて、とにかくしっとり、そしてチョコレートも上品な味わいで、これまた食べ応えがありました。りょうちゃんと私のおすすめは何といってもレモンケーキ。しっかりとレモンピールの味がして、程よい甘さとしっとり感が癖になる。動画を見ているだけでまた食べたくなるくらい美味しかったです。クランベリーパークのキッズディスカバリーというところに入ってきました。後でね、私たちまた楓ちゃんとゆうすけさんと合流するんですけれども、それまでにね、ちょっと見ていきたいところがあるので、そうそう、ちょっとそこに寄ってから次のね、合流場所に行きたいと思います。次の待ち合わせ場所に行くまでにちょうどよく時間があるので、ちょっとだけ NHK のファンビレッジに行ってみたいと思います。実は今から5年前の5月に池袋にある NHK のニコハピキッズで遊んだことがあるんですけれども、ニコタンは今でもお母さんと一緒が好きで、朝はお母さんと一緒を見てから学校に行くんですね。とはいえもう来年にはさすがにお母さんと一緒も見なくなっちゃうだろうと思ったので、今回はこちらにちょっとだけ寄ってみました。ということで4歳当時のニコタンを振り返りながら、しばしお付き合いをいただければと思います。
それでは最後にこちらの会の様子をちらっとお見せしたいと思います。まずこちらのマハロカレーダイニングなんですけれども、グランベリーパークから車で10分くらいのところにあって、ここは何をいただいても本当に美味しくて、特にゆずハワイサワーさん絶賛のこちらのハニーチーズナンは家で何とかして作りたい、今すぐ食べたいと思うほど美味しいので、もしお近くにお住まいの方はぜひ一度行って食べてみてください。美味しい、よかったね。めっちゃ美味しい。カレーどうなんすか、カレーパスって何なんすか、その YouTube じゃんこれいつものね。美味しい、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 いただきました、ありがとうございます。だいめちゃんの美味しいはなかなかいただけない。これもうめちゃめちゃしっとりしてません？してます。パン、パンっぽく、こっちのパンだ自分で言わない、主張しない。そうか、そうだ、パンっぽくないです。なんか生地が、なんか卵、卵っぽい、なんかちゃんと生地の味がすごいしっかりします。おお、全部はないんですけど、ちょっといくつかしかないです。いい香りです。中まで味する。あ、すいません、ありがとうございます。ということで今回は大好きなあのお二人にまた会いに行ってきました。でそしてね、めちゃめちゃね楽しいお友達ともね出会うことができて、すっごいめちゃめちゃ楽しい一日になりました。実はね、うちはもう久しぶりにこういうなんか飲み会みたいなのに参加させてもらったんですよ。だからもうね、すっごい楽しかったたまたまね、今回は私がゆうすけさんにあのこちらに来るんで一緒に会いませんかということでね、声かけさせてもらったんだけれども、たまたまね今回のこのイベントがあるということで、そこにあのお邪魔することになったんですよ。でそしたらあの夜ね、ああいう感じであのカレー屋さんの方に行くのでっていうことで、あの私たちもそこに混ぜてもらったんだけれども、またそこで新たな出会いがあってですね、でそして本当ね、皆さんいい方たちばっかりでね、すっごい楽しかったです。もうめっちゃハイテンションになっちゃったけどでそしてあそこのお店、すっごい何を食べてもめっちゃ美味しかったんですよ。でそしてね、これからなんかあの何だったっけな、江ノ島の方に2号店も出されるということでね、でそこでは美味しいね、ふわふわのマラサダも出されるそうなんですよね。でそのために今
すっごいレシピ開発に力を入れてられるみたいで、今日はねその試食もさせてもらってすっごい大満足の一日になりました。アフアフさんのガーリックシュリンプもすっごい美味しかったし、でこちらの方でねいただいたものも全部美味しかったし、でそしてねあそこに集まっておられた皆さんすっごい楽しい方ばっかりで、本当になんか一日がちょっと超ハイテンションで終わりましたということで今回はねこんな感じで一日のブログを撮ってみました。もし今回の動画を見て面白かったと思っていただけたら、ぜひ高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。